上野原遺跡は、鹿児島県霧島市国部上野原縄文の森にある、縄文時代早期から近世にかけての複合遺跡。遺跡の周辺は、鹿児島県上野原縄文の森と呼ばれる、県営公園として整備されている。また、鹿児島県立埋蔵文化財センターが、敷地内に併設されており、鹿児島県の考古学発掘調査研究の中心的な拠点となっている。 出土した坪形瓦原家1986年に国武市において工業団地の造成中に発見された。同年から1996年にかけて鹿児島県教育委員会が発掘調査を行い、近世から縄文時代早期前用までの遺跡群を含む複合遺跡であることが分かった。 特に遺跡群の最下層には発見当時において日本列島で最古の大規模な定住集落跡があり、出土した時が1998年に国の重要文化財に遺跡の一部が1999年に国の史跡に指定された。縄文文化は東日本で栄えて西日本では定調だったという常識に疑問を呈する遺跡ともなった。 特徴的な土器としては、弥生土器に類似した一組の壺形川原家が約7500年前の土層から見つかった。上野原遺跡の土層発掘調査では17層の土層について調査され、1層目から9層目までの範囲で遺跡が確認された。このうち、特に桜島火山場一品14の上にあった最下層部の遺跡において、縦穴式住居46件、 石虫調理のための集積遺構が39基、レンアナ土工十15基その他の土工約約125基、道の跡2条が確認された。レンアナ土工は、大小の穴の底面がトンネル状に連なった遺構で、底面や壁面に焦土が確認され調理バートと考えられている。南九州では、縄文早々期から出現し、上野原石以外でも、掃除や埋石、 こしらえの原遺跡などで確認されている。レン、穴戸港内からは狩猟獣である視界の死に由来する残留死亡産が検出されており、食料の保存加工のための燻製施設とする説がある。縦穴式住居跡のうち10件については、桜島火山 YP13 で埋まっていたことから、これらの住居は P14 から P13 の間、すなわち、 約9500年前の縄文時代早期前用に存在していたことが確認された。集落後の面積は1万5000平方メートルに及ぶ。遺跡は保護のために埋め戻され、その上に縄文時代の縦穴式住居などが復元され、財団法人鹿児島県文化振興財団が管理する鹿児島県上野原縄文の森という公園になっている。また、 遺跡から出土した遺物は側にある、縄文の森展示館に行ってみることが可能である。上野原遺跡鹿児島市屋久島上野原遺跡の位置。ありがとうございます。